いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2011年モデルアウディ A4 オールロードをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですがフロントバンパー左側にすり傷がありアルミホイル3本と右リアのドアにそれぞれ傷がございます。また 左側のフロントのドアとリアのドアにそれぞれ線傷がありボンネットとリアウィング部分にへこみ傷がございます合わせて左フロントフェンダーと右リアフェンダーのフェンダーアーチ部分に塗装の剥がれが見られます走行距離約2万8000キロと低走行ですし良好なコンディションを保っております 外装色はコンドルグレー。インテリアはベージュレザーの組み合わせとなっております。アウディの A4 をベースとし、より走破性を高めたモデル。A4 オールロードでございます。専用のフロントグリルや18インチアルミホイール、フェンダーアーチなどが装着され、より迫力のあるデザインを演出しております。また、インテリアに関しましても、 シートヒーターや純正ハードディスクナビゲーションをはじめ快適装備も充実した一台です。ヘッドライトにはキセロンヘッドライトが採用されておりますので夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては2リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は211馬力を発揮します。アルミホイルはオールロード専用デザイン 18インチのアルミホイルが装着され、タイヤの山に関しましては、前後ともに残り7分山ほどとなっております。続きましてトランクスペースご紹介させていただきます。トランクの開閉は手動で行っていただきます。A4 オールロードでございますので、トランク全体十分な容量を確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。 続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはベージュのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに若干の使用感はございますが、大きな傷、汚れ等はございませんのでご安心いただければと思います。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。ナビゲーションは純正、 ハードディスクのナビゲーションが装備されており車内では地デジの視聴も可能ですまたバックギア入れていただきますとバックカメラも装備されておりますフロント両席シートヒーターが備わっておりますので冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけますシフトは7速のオートマチックシフトが採用されておりスムーズな変速が魅力的です続きまして後部座席ご紹介させていただきます 後部座席に関しましままてては、は目立っった使用感ななく、綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますので後部座席の方もゆったりとドライブをお楽しみいただけます併せて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いとはいたしませんでは今回は2011年モデルアウディ A4 オールロードをご紹介させていただきました 走行距離約2万8000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。高い走破性を発揮する A4 オールロードでございます。専用のフロントグリルやフェンダーアーチ、ステンレス製アンダーガードなどが装着され、より迫力のあるデザインを演出しております。走っては211馬力を発生させるエンジンが搭載されておりますので、 ドライバーズカーとして十分にお楽しみいただける一台です。快適装備も非常に充実したモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。